ということでね、ローラーを今からやっていこうと思いますけども。一応ね、5分アップの20分 SST の、で5分クールダウン。という感じでね。よいしょ。やっていきたいと思います。パワー出てない。これですね、この画面ですね。あまりにやらなくてはもう全然忘れるっていうね。じゃあスタート。使ってるローラーはですね、GT ローラーですね。ハイブリッド。で、私ね、心拍はつけてませんのでね、わかりません。つけないのもね、理由があるんですよ。理由が。あ、これ喋りながらしんどいな。5分ね、アップの5分はね喋れるかもしれませんけどね、20分間はもうこれ喋れませんね。どうしようかな。まあやってみて考えるパターンで。やってみないとダメなんですよ、何でも。やってみないと。あれでしょ、どういう練習方法がいいとかね、あれ食べたらいいとかね、あのサプリがどうだとかね、このシューズがどうだとかね、好きでしょみんな。なのでね、ダメなんですよ。まずやらないとね。そうやってね、調べることはいいんですけどね、まずやらないと始まらないんでね。まあ卵が先か鶏が先かみたいな話ですけどもね、私はねやってね、でそれから自分に合ったスタイルを見つけていくっていうのがね、私は好きですね。研究してる感じがありますからね、SST はどれぐらいだ、ちょっと分かりませんね。どれぐらいだっけな、 SST は。よいしょ。これ分からないってことは日頃やってないってことですからね、怖いですね。これ STD もいくらかも分かりませんね。255から
262ぐらい、250から262ぐらい。これね、扇風機ね、これリモコン式のやつ買ったんですよ。ローラーの時必要でしょ、リモコン。アップの時寒いですからね。なのにね、リモコンがないんですよ。どっか行っちゃったんですよ。もう、リモコンがどっか行っちゃったんですよ。悲しいですね。リモコンがないなんて、悲しいですね。あ、あと1分切った。1分切っちゃったよ。これね、おじさんのこんな、息切らしてる動画、誰か見たい人いるんですかね、こんなの。多分この、20分も撮ろうと思って、撮り始めましたけど、基本的に片手なんでね、やりにくいってあららしないですね。一回ね、どうしようかな。ちょっとまあやってみてね、ラップ切って、SSD 強度でどうなるか、ちょっと、撮りながら、実験ですけどもね。私ね、左右差がひどいんですよね。あ、こうなった。これのね、右側240、250、これがアベレージパワー、今のリアルタイムですね。でその左側ですね、ラップのアベレージ、左のラップのアベレージがね、大体250から262にはまってればいいわけですね。効率はこんなもん、悪いですね。しんどいな。もうしんどいな。1分。いや、しんどいぞ。とりあえず。片手で取るっていうのがしんどいですね。一応ね、汗が垂れると言ってませんから、身の裏、この汗防止ネットはつけてますけどもね。ちょっと一回切ります。もうやめたい。7分、もうやめたい。きつすぎる。もうやだ。まだ半分もやってない。きつい。足が回らない。回らない。そう。汚い言葉出ませんね。あと4分。
全然ダメ。247。もうあのね、残り5分になってからがもう踏めませんね。足が危ねえ危ねえ危ねえ、意識が全然足が回らなくてですね、もう力が入りませんでしたけども、まあ最後の30秒はね 5.5 から6倍ぐらいでちょっと追い込んでね見たんですけど、これね20分走とかもっと30分40分ってやった時にですね、最後の1分とか30秒ですね追い込む、例えば今まで200ワットでやってて残り1分の時点で150ワットまで落として、で残り30秒400ワット出すとかね、でそういうことをするとですね、最後もう息できなくなってね、オールアウトするんですよ。オールアウトしないかもしれないですけど、でそうするとね、やった気が起こるんですよね。やった気が起こる、なんか俺頑張ってんじゃないかなって。息切れるんでね、しんどいですし、ただね練習のメニューとしては20分 TT をやってるわけなんで、その足を止めるとかですね、スプリントするとかっていうのはね、別の機会にやればいいんですよね。20分 TT をやってるんだったら最後まで最初からの速度を維持しながらオールアウトするっていう走り方がね理想ですからね、しんどけりゃ効いてるみたいなね、そんな感じのはね、もうパワーメーターが入った時代はね通用しませんからね、しっかりね目的と行動を一致させるとね成果は出ますからね。ただ何度も言いますけど、自転車で速くなっても何にもないですからね。このまあある種僧侶みたいなことでね、修行ですよね。偉いお坊さんになったからってね、なんかあるわけじゃないんですね。悟りが開けますけどもね、自転車乗っててもね開けるでしょう。悟り、無の境地入るでしょう。自分が速くなったからってね、アマチュアなんですからね、家が一軒建ったりするわけでもね、車がもらえるわけでもありませんからね、何もないんですよ僕らがやってる先には。それを理解した上でね頑張れるかどうかなんですよ、やるかやらないかなんですよ。この先は何にもないよ。幻想求めてね、意味なんか求めて走っちゃダメだよ。何にもないんだから。それをね理解してね、認めてね、で楽しんでね修行すればね、きっとねいい生活、いい生活じゃねえ、いい自転車生活がね待ってると思いますからね。ああしんど、ちょっとじゃあこのままクールダウンしていきますね。これね FTP 設定をね休む前のままにしてますからね、これ、まあ、絶対落ちてますからね、こんだけ出たのはまあいいことでしょう。 L4 には入ってると思いますよ、今の段階でもね。10か20ワットは絶対落ちてますからね。いや10分で違うな、5分で20ワットぐらい落ちて、もっと落ちてるな。3分で20ワット落ちてて、5分で3、40ワット落ちてますんでね。多分まあ3、40ワット落ちてるとすれば、まあこの数字は、がっつり L4。なんなら FTP ぐらいなんじゃないですか、これ。貧弱ですね。これ私体重20キロとかだと早いんですけどね。そういうわけではありませんからね。今度は、ね、私のじゃあ体重なり身長をね、まあ、聞きたいですかね、聞きたくないかもしれないですけどね、なんか機会があれば動画にまとめたいと思いますね。じゃあね。